ヒンデンブルクは第一次世界大戦時のドイツ帝国海軍の巡洋戦艦でデアフリンガー級巡洋戦艦の3番艦である。艦名はパウル・ホン・ヒンデンブルクにちなむ。ホン・ヒンデンブルクは本艦建造時大将の最終階級で退役していた。本艦は偽装に2年もの時間がかけられたが、その間に姉妹艦では担保省であった前保柱を 強固な三脚章に改め頂上部に射撃式章を設け、手砲行格も16度に上げる改造を施し、遠距離砲戦に耐えるようにした。しかし、艦隊に編入されたのは、大勢の決した1917年10月末頃であった。収益後2回の出撃を行っており、最初は1917年11月17日の北海西部。 二回目は1918年4月23日のノルウェー沿岸に向けたものだった。ドイツ敗戦後の1919 19年5月7日に発表されたベルサイユ講和条約案は、抑留中の全艦艇を連合国に引き渡すこととしたものであった。これにより、本艦も他の四隻の巡洋戦艦、十一隻の土球戦艦、超土球戦艦、八隻の巡洋艦、 48隻の駆逐艦と共にスカパフローに抑留された。自沈したヒンデンブルク同年六月6月21日にフォンロイター提督は英国の監視船が訓練のために出港した隙を狙い艦隊が英国の手に落ちるのを妨げるべくすべての抑留されたドイツ艦艇を沈める命令を下した結果53隻の軍艦がスカッパフローに没した。そして ヒンデンブルクはその中で沈んだ最後の艦であった。沈没したヒンデンブルクは1930年に引き上げられたが解体されたのは1932年のことであった。ありがとうございます。